おはようございます、こんにちは、こんばんは。アルティメット工房のサミです。この動画は主にキング&プリンスに関するエピソードや妄想トークをお届けするラジオ動画です。家事をしながら、勉強をしながら、そんなながら作業のお供になれたら嬉しく思います。ということで、8月の14日金曜日、ついに待ちに待っていたと言っても過言ではないぐらい楽しみにしていたキング&プリンス永瀬廉さん主演の映画弱虫ペダルが公開されましたね。私はね、この8月14日1日とっても忙しかったんですよ。まず朝7時頃に起きまして、私の家の近くの映画館がですね、9時半ぐらいから一番最初の上映が始まるということで、紹介するグッズがどうしても欲しかったので、9時頃目安に映画館に行こうと思って行ったわけなんですよ。そしたらもうね、夏休みということもあって10人ぐらいの方が並んでたんですね。映画館がショッピングモールの中に入ってるんですけど、そこが9時からだったんですよ。なので映画館だけではなくて、その館内に入るのも9時からになるので、館内に入りたい人、映画館に行きたい人、どちらも同じ列に並ぶんですけど、女性4人組の方が一番前に、なんかもう地べたに座ってたんですよ。座ってるってことは結構前から来てたのかなって思って。で、皆さんも映画館行ったことあると思いますが、そのグッズ売り場って意外と小さかったりするんですよね。で、置いてある商品の数も限られてたりとか、スタッフさんにこれ出してくださいって言わないと出てこないところとか、いろんな映画館のグッズ販売の場所があると思うんですけど、その一番前に座っていた4人の方々の話を聞く限り、弱虫ペダルのグッズを買いに来た方だっていうことが分かりまして、やっぱり9時だと遅かったかなって思ったんですけど、前にね、セクシーゾーンの佐藤勝利くんが主演で、キング&プリンスの高橋海人くんが共演っていう映画ブラック拘束があった時に、その時も一人でグッズを買いに行ったんですよ。そしたらまだ前に並んでる人が4人ぐらいしかいなくて、私5人目だったんですけど、その時は全部グッズ買えたから、今回もまあ10人ぐらい並んでるけどいけるかなって思ったら、今回のグッズで一番人気であろう犬マスコットっていう白い犬が総北高校のユニフォームを着てるっていうマスコットがあるんですけど、それがね、スタッフの方が奥から並べようとしているその袋ごと、それもらっていいですかって言って全部取ってったんですよ。えって思って、映画のグッズがお一人様2点までって書いてあったから大丈夫かなって思ったんですけど、その先頭にいらっしゃった方々4人いたので合計8個犬マスコットを買われてしまって、私の前にいたお姉さんも、え、もう終わりですか、てか1人1点じゃないんですか、もう在庫ないんですかっていう風にスタッフさんの方にも聞いてて、あ、もうさっき出たので全てですって言われてしまって、私も買えませんでした。ものすごくショックで、8月14日の金曜日10時からフルービーっていう映画のグッズを売ってるサイトがあるんですけど、もうここにかけるしかないって思って、もう10時直前まで携帯とパソコンで待機をしてたわけなんですよ。で、10時になったって思った瞬間に全然つながらなくて、映画館で買えなかったグッズが2つありまして、1つはその買い占められてしまった犬マスコットと、もう1つが弱虫ペダルのドリンクボトル、この2つが買えなかったので、もう10時からのこのオンラインにかけるしかないって思ったんですけど、全然つながらないまま、つながったって思ったら在庫切れになっていて、すっごくショックでした。だけどそこに再入荷の申し込みみたいなのがあって、そのボタンを押したらその日の夕方6時ぐらいにまたグッズが再販されて、無事にその再販で買うことができました。弱虫ペダルのグッズ紹介あげていますので、こちらの動画もぜひぜひご覧いただけると嬉しいです。そして弱虫ペダルのグッズが欲しいって思ってくださった方、この動画の概要欄の方にも日テレ e ショップとフルービーっていうサイトの URL を貼っておきますので、そこから飛んで在庫があるかどうか確認してみてください。グッズを買った後にみんなそのまま流れでね、映画のチケットを買うんですけど、
もう朝の回とその次のお昼の回が座席がもうなくて、一番最短で撮れたのが夕方の6時だったんですね。だから映画館に行ってグッズを買って家に帰って撮影をして、その日の6時までに編集をしてアップロードをして弱虫ペダルを見に行きました。そして初日限定でクリアファイルが配布されていたので、それもいただくことができました。そんな濃い8月14日を過ごしたわけなんですけれども、皆さんはもう弱虫ペダル見に行かれましたでしょうか？映画の感想どうでしたかとか、これから見に行きますっていうようなメッセージをたくさんいただいたんですけれども、私が感じた弱虫ペダルの映画の感想はまた別のねラジオ動画を撮ってたくさんお話をしようと思いますので、その動画を見ていただいてコメント欄で私はこういうところが良かった、俺はこういうシーンが好きだなみたいなのがあれば、皆さんの感想もそこでお聞きしたいなって思います。ということで、このラジオ動画ではメールを募集しています。アルティメット工房に対する動画の感想、リクエスト、お悩み相談などなど、どんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスは小文字で kpqp.sami@gmail.com、 小文字で kpqp.sami@gmail.com です。お話が長くなってしまいましたが、今日のテーマ、King&Prince & Love ミュージックビデオが公開。皆さんはもうご覧になられましたでしょうか？2020年の8月17日お昼の12時から King&Prince 9月2日発売セカンドアルバムランドより&Love のミュージックビデオが公開されました。&Love のミュージックビデオが公開する前に ZIP とかいろんな朝のニュース番組で King&Prince のミュージックビデオが公開されますよみたいなのがやってたわけなんですけれども、そこで岸くんがびっくり箱を開けるっていうシーンで、まさかの箱が開かないっていうハプニングがあったとかね、そういう裏側をテレビで流してくれましたけれども、恋煩いは結構ポップな感じの曲だったんですけど、ノーティーガールもメイズイナイトもかなりかっこいいキング&プリンスが見れたんですが、今回はまた可愛くてポップな明るい感じの幸せが弾けてるっていうような感じの楽曲になっていたので、かっこいい曲も好きだけど、私はこういう明るい感じの曲が好きだなって思いました。何よりもこのミュージックビデオで好きなのが、ワンカットでミュージックビデオが進んでいくところなんですけど、私の大好きな映画ララランドでもこうやってワンカットで撮られているシーンが多かったんですよ。それで言うと恋煩いもワンカット撮影が組み込まれていましたよね。最初のメンバーが登場するシーンでは花びらがパッで出てくる演出も良かったし、岸くんが途中で花びらをファンってやってくれるところも良かったし、ワンカット撮影をしていてさらに編集で歌詞テロップを入れたりとかエフェクトを入れたりとか、そういうのもすっごく良かったです。今回はワンカットっていうこともあって、 King&Prince のメンバーにすっごいおもてなしをねされているような感覚になれるミュージックビデオだったんですけれども、これを岩橋くんの視点だって思ってみると、また楽しみ方が変わってくるんじゃないかなって思いました。全体的にピンクが使われていて、お花もあってバルーンもあってキラキラもあってっていう感じで、メンバーのみんなが岩橋くんを思ってこういう色合いにしたいんだとか提案をしてくれていたんだったら、すごく嬉しいなって思いました。高橋くんの持ってるカメラもねピンクだったし、カーテンもピンクだし、永瀬くんと平野くんがプレゼントを渡してくれるみたいなシーンでも、その2人の後ろに積んであるプレゼントの箱も全部ピンクだったし、グラデーションでね、めちゃくちゃ可愛いミュージックビデオになっているので、まだ見ていない方はぜひ見てみてください。そして今回このねミュージックビデオのメイキングが楽しみだなって思いました。朝テレビでやってたその岸くんのハプニングとかも絶対収められていると思うので、メンバーのみんなが楽しくわちゃわちゃしてるっていうようなメイキングも見れるんじゃないかなっていう風に期待しています。そんな King&Prince & Love のミュージックビデオの URL も概要欄の方に貼っておきます。そして皆様にお知らせがあります。 King&Prince の公式写真についてなんですけれども、
シングル恋煩いのミュージックビデオ&ジャケ写オフショット68点と King&Prince コンサートツアー2019グッズオフショット52点、合計120点が2020年8月31日月曜日までの販売となります。ネットの方でも在庫がなくなり次第販売終了、店頭の方でも同じく在庫がなくなり次第販売終了となっておりますので、8月の31日月曜日までにお買い求めください。私もね、滑り込みで恋煩いとこの King&Prince コンサートツアー2019年のグッズオフショット、これを買いましたので、また届き次第ご紹介させていただきたいと思います。そして私アルティメット工房の方からも質問の回答を募集しています。質問その1、もしも King&Prince の神宮寺勇太さんに質問ができるとしたら、あなたは何を質問しますか？2つ目、神宮寺勇太さんに言ってほしい一言は何かありますか？この2点を大募集しています。コメント欄でお答えいただいてもいいですし、この後お知らせするメールアドレスにメールを送っても大丈夫です。さらに LINE や Twitter、Instagram でも回答を募集しています。この質問の回答はラジオ動画で使用しますので、ラジオネームも添えてメッセージを送ってください。最近は音楽番組でキーオブハートを披露する機会が多かったんですけれども、ミュージックステーションで平野くんが歌詞を間違えてしまったっていうハプニングもありましたよね。アーティストとして歌詞を間違えるのはどうなのかなって思われる部分も多いと思うんですが、キンプリの歌唱力ってどうなのって言われる部分もあったと思うんですよ。なのでこうやって歌詞を間違えることによって生歌だという証明ができたんじゃないかなっていうふうにも思います。最後のね、ごめんなさいっていうのもすごく可愛かったし、ファンの人たちからしたら、ティアラの人たちからしたら、 King&Prince のメンバーが笑顔で間違えてもいいので歌ってくれるっていうだけで嬉しかったりするんですよね。今は弱虫ペダルの番宣で永瀬くんがたくさんテレビに出ていますけれども、それと同時に24時間テレビのね番宣ということで、岸くんもたくさんテレビに出ています。私のアルティメット工房のチャンネルのコミュニティには、月曜日から日曜日までKing&Prince の誰がどの番組に何時から出るのか、そして雑誌の発売情報もまとめて載せていますので、そちらをご覧ください。私のこのチャンネルを登録してくださっているティアラの皆さんには、全力で情報をお届けしたいと思って活動をしております。ということで今回の動画は情報をギュッと詰め込んだラジオ動画になったんじゃないかなと思います。最後にこのラジオ動画ではメールを募集しています。アルティメット工房に対する動画の感想、リクエスト、お悩み相談などなど、どんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスは小文字で kpqp.sami@gmail.com、 小文字で kpqp.sami@gmail.com です。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、お相手はアルティメット工房のサミでした。バイバイ。